止まって。お尻きた。皆さんこんにちは、テスです。今日はシブレ県のコントのまとめを見ます。早く見ましょうか。もし動画が面白ければチャンネル登録といいねお願いします。じゃあ行きます。それは、変態おじさんじゃん。あ、すいません。ボディチェックス。すいません。ちょっと。あ、死んでるこれ。お、ちょっと。死んでる。死んでる。わあ。痛い痛い。またまたまた。また生きてんじゃないの。芝居かよ。ね。それ宇宙人？27万円ですね。はい、はい、どうもありがとうございました。はい、石野陽子さん。はい。9万円ですね。はい、はい、どうもありがとうございました。はい、マイクどうも。松本留五郎様。はい。え？男性の名前じゃない？松本留五郎様。はい、留五郎です。お宅留五郎さん。はい。はい。30円ですね。はい。はい、松田聖子様。おう。え、聖子は女性の名前じゃん？松田聖子さん。そうだよ。聖子さんですか。聖子だよ。文句あんのかよ。あ？いや、ありません。5円ですね。怖い。フランスワード・ジャンピエール・サンチェ・ペルディッパ・マッタケ・ピア・パトリシアさん。おはよう。はい。オタク。フランスワーズジャンピエール・サンチェク・カルビ・クッパー・マッタケ・ピア・パトリシアさんですか。そうですけど、父はブラジルのクォーターで、お母さんはイタリアのハーフで、私はドイツの、育ちで、みんなパーティーって呼んでます。すごい、はい、自分のお名前言えますか。はい。フランスワーズジャンピエール・サンチェ・カルビ・クッパー・マッタケ・ピア・パトリシアさんですか。そうですよ。本当ですか。はい、
自分のお名前言えますか？あのジャンピエール・クッパー・カルビクッパー・カルビユッケジャンユッケジャンユッケジャンは入ってません、すいません。自分のお名前本人じゃないとあのダメなんですか？ええ、あのフランソワーズ・ジャンピエール・サンチェ・カルビ・クッパー・マッタ・ゲッピア・パトリシアさんですか？ええ、あのそうです。お名前言えますか自分の？ええ、あのフランソワーズ・ジャンピエール・あのナッタナピア、ナッタナピア。違います、違います。フランスは自分の名前でしょ。お父さんどこでしたっけ？ブラジルのクォーターのですか？そうです、クォーターです。あ、それがフランスワーズ・ジャンピエール・サンチェまでですね。サンチェまでですか？カルビックかマッタケピア・パトリシアさんと全部自分のお名前言えますか？あのカルビックッパーのあのそれは途中からでしょ。ええ、だから名字はどこまでですか？フランスワーズ。フランスワーズさんが名字ですか？そうです。名前がジャンピエール・サンチェ・カルビ・クッパ・マッタケ・ピア・パトリシアさんですか？そうです。だから、俺の名前ですから、はい、自分の名前言えないとあのこれちょっと証明できませんから。ジャンピエール・カルビ・クッパ・コテッチャン。コテッチャン違う、あ、じゃあジャンピエール・カルビ・クッパ、フランスワーズが入ってます、名字。あ、フランスワーズ・ジャンピエール・カルビ・クッパ・モランボン。モランボン？あの、すいません、残金ありません。あれ、こう、父の遺産が入ってるはずなんですけど。入ってませんけど。入ってないんですか？はい、残金ゼロです。あー、そうですか。お持ち帰りください。他の銀行行ってみよう。うーたた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 え？自分の名前言ってください。ジャンピエール・カルビ・クッパ・コテッチャン。コスチュームすごい。おりってよ、話があるんだけど。何でしょう？いて、この番組の裏で、いとこもやってんだよ。強敵でさね。な、うん、あそこはもう見せ場、印籠をドーンと遊べたろ。そう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 。それを先やっちゃわねえか。グッドアイディア。いいべ、いいべ、いいべ。やんべや、やんべや。な、やったけピア。やったけピア。人生楽あ楽もあるさ。スケさんや。マルさんや。違うべや、お前、俺。スケさんや。何代三角さんや。おめえ、水戸黄門知ってんのかよ。知ってますとも。ところで、黄門様いかがなされた？そういえば見当たらないですね。呼んでみっか。黄門様、黄門様。黄門って？お尻きた。間違ってはいませんが、こんなことをテレビでやってしまってよろしいんでしょうか？やったたまに正面やって。これを肛門以外に何て言うのよ？ケツメンド？はい、ダメだこりゃ、次行ってみよう。え？大丈夫だよ。大丈夫よ。
おお。まったかピエってどういうこと？はい、次の方どうぞ。はい、そこ座ってください。よろしくお願いします。どうしました？なんか風邪みたいなんですよね。風邪ですか？はい。ほんとすごい風邪だね。返して。よろしくお願いします。はい、座って。どうしました？なんか風邪みたいなんですよね。そうやってね、素人が決めないの。ね、医者が見て初めてそれ決めるんだから。ね、ちょっと口開いて。先生、あれ？口がここですけど。咳は出んの？ええ、風邪だな。だからさっき言ったでしょ、僕は風邪みたいなんですけど。ね、それで熱もすごいあるんですよね。そういうの勝手に患者が決めないの。医者が見て初めて決めるんだから。え、熱があるね。だから今言ったでしょ、僕熱っぽいんですけどって。私が、医者が決めるんだよ、そういうのは。はい、静かにしなさい。テストテスト。え、相当悪いな。え、そんなあるんですか？心臓が聞こえない、音が。え、先生、ん、心臓僕こっちですけど。いつから、いつから生まれた時から起きよ。もう聞こえたですか？いい、本当に医者ですか？ほら、大丈夫でしょ？大丈夫だ。はい、大きく吸って。先生、これ違ってません？やり方。私はこうやって37年間見てんだよ。あ、そうですか。患者を、すみません、しのこの言うんじゃない、ろくは言ってもいいけど。一応注射しとこう。はい。痛くないですよね、今の風邪はね。喉へ来るからね。はい、長引かせるとね、大変だからね。はい、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 口開いて。何ですか？お風呂水？よく揉んどいて。黄色い水。いやいや、はい、どうお風呂入ってもやめられない。大丈夫。はい、キッチ。はい。はい、着席、座って。はい、座って。はい、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 はい。おい君、ダメだ、こうやってマネキュア塗っちゃ、うん、高校生でマネキュア塗っちゃいけないって言ってるでしょ、うん、どうしてそうやってマネキュア塗っちゃうの、うん、それじゃダメでしょ、ダメだよ、本当気をつけないと、うん、俺ダメだ、それお前高校生で靴紐つけてくれ、これこんな赤い、あ、これ手についちゃった、これお前何だよおめえ、高校生に靴紐だね。え、これこねろおめえ、立て、ちょっと立て、おめえは、うわ、情けにそんな長い姿履いて恥ずかしくねえか、おめえはもっとし、な、このくらいの水かく、このくらいですよ、お前、うわ、このくらいの長さがちょうどいいんだよ、おめえ。先生、こういうふうにな、あ、先生来た、あのみんなで明るいに、どうしたんだお前たち、このおじさん変なんです、うん、
そうなんです。私が変なおじさんです。ちょっと。あ、変なおじさんだから変なおじさん。Everybody now。Everybody now。変なおじさん。ダフンだ。あ、楽しそう。人間ルーレット。ゲームショーじゃん。間違い探し、探しでしょ。それっていうのはよく雑誌にあるこっちの絵とこっちの絵であのどこが違うでしょうか。そうそうそうそれ。それをここで立体的に、そう立体的に間違いが4箇所あるんです。4箇所。そう、はい、それをやるわけですね。はい。じゃ あ, あのゲストの皆さんですね、こちらの方に来てね、こちらのやつを見てください。いいですか。4つありますからね。あの見る時間は10秒間ですからね。いいですか。いいですね、はい、間違い探しドン。おお。はい、この絵をよく見てくださいね。よく見てくださいよ。四つ。いいですか。はい。焼き付けてくださいよ。見えてますね。ここはどこ？外敵ですからね。アメリカかな？間違いなく。クマの顔、おい、大丈夫か？アドさん。はい、下ろして。はい、ここまで。はい、ここまでです。はい、さあ、はい、どうぞこっちへ。今だいたい覚えてます？人数何人でした？1、2、3、4人。人数は4人ね。じゃあ看板に何て書いてありました？あ、見てない。まあ、よく見てないからですね。よく見てないと。あの男と女、何名ずつでした？2人ずつ。2人ずつ。さあ、こちらにまた戻ってください。では、間違い探し、ドン。はい。はい、まずじゃあ、イオちゃんから、はい、はい、馬に乗ってた人が、下になってる。はい、はい、正解1個。はい、はい、さゆちゃん。あのギターが三味線になってる。本当だ。はい、正解。はい、さあ、ヨーコちゃん。あそこがアマンドの看板に変わってる。はい、正解。すごい。正解。あと、はい、もう一個。ユウさん、わかりますか？馬の足？え？馬の足は違う。持ってる手が反対。何のですか？メガネ。違うね。はい、じゃあもう、はい、田代君どこですか正解は。実はですね、もう一個の正解はご覧ください。このメガネ、先ほどはですねレンズが入ってたんです。今はレンズが入ってません。ほら、入ってるメガネは。そうなんです。先ほどのはレンズが入ってました。今度の入ってないって、これ細かいところね。それはひどいじゃん。見ていただかないと。はい、ということはでもですね、3箇所当てたわけですね。3箇所。3箇所。はい、はい、下ろしてください。はい、これでいよいよ人間ルーレットですね。この後ルーレットに行くわけですね。はい、その前にコマーシャル。楽しかった。はい、人間ルーレットですね。やっとやっと、はい、やっとということは、これのゲームはですね、間違い探しで数を決めて、これで初めてルーレットに挑戦できると。そういうことです。なるほど。そのこの昇進がこれ昇進昇進がほら豪華ですね。振り袖から何からダイヤモンド、はい、高級バッグ、ね、バイク、ビデオカメラ、タワシ1年分腕時計ステレオ、あの金賞ね、金賞こうです、はい、今日の金賞は何ですか。はい、4泊6日の豪華ハワイ旅行。すごいですね。これもいただけちゃうんですか。そうです。あの矢印がピタッと金のところ行けばもらえるハワイ4人、はい、いや豪華ですねね。ということは、今日はですね、まあ先ほども言いましたように、あの視聴者いませんから、ゲストの方にやってもらうわけですね。それで本当だったら3個、うん、3回までできるという。そう、はい、ね、大丈夫ですか。大丈夫です。これじゃあ商品もらえるんですよね、僕もね。いや、入ってません。君は入ってません。ゲストですから。ゲストだけです。では、1回目いってみましょうか。はい、1回目いましょうか。1回目いってみましょうか。はい。はい、1回目。はい、どうぞ。1回目。スタート。はい、大きいのを回した。さあ、いいよ。ストップ。さあ、なんだ、さあ、なんだ。トイレットペーパー1年分。トイレットペーパー1年分。あらー。すごい。これでいい。どうしますか。どうします。あともう1回チャンスあります。もう1回、あと2回チャンスがあるんだから。あと2回ですよね。そう。あと2回チャンス。やですね、じゃあ、もう1回いきますね。はい、もう1回。押してください。はい、スタート。はい、押しました。あった。あれ。ストップした。スカイストップ。いい位置で止まった。さあどうだ、さあどうだ、さあどうだ、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 どうだ。おお、ハワイ、ハワイ、ハワイ。
CD プレイヤー惜しい CD プレイヤー CD プレイヤーこれ当たった場合あの3人全部いきますよ1個ずつっていうことはもう1回やってこれがさあのたわし1人分とかあったら今度これになっちゃうたわしになっちゃうわけどうするどうするどうするこれはこれ1つですかこれ3つ1人1人に1人1人3つくれるっていいのじゃあ、これ OK ですね OK ですねっていうことは CD プレイヤー獲得やったー答え戻しちゃってください答え戻しちゃってくださいはい、CD プレイヤーね。すごいですねこれが、おのおの3人いきますからはい、まあとりあえず代表として一つもらっといてください CD プレイヤーは高いなんとか1回目終わったね終わりましたね僕は楽しくできましたねねしかし、あのこの調子で毎週毎週続いていくんでしょうかね大丈夫だ大丈夫だな大丈夫だはい、ではゆうちゃんの歌を聴きながらさよならですはい、ゆうちゃんよろしくどうぞはい、志村けんのコントのまとめ見ましたあのね、お尻から出た志村けんさんのコントはあのちょっとわかりませんでしたわかったと教えてくださいねでも面白かった何年前に志村さんのゲームショーがありました楽しそうじゃん子供時に見ましたもっと志村けんコントのリアクション動画を見たいとここから見えますじゃあまた見てねバイバーイ